開幕戦の相手は今季から J リーグの舞台へ上がってきたガイナーレ鳥取です。徳島ヴォルティスは主力の津田などが怪我で欠場する中、今シーズンから新たに加わった杉本や江藤などをスタメンに起用し開幕戦に臨みます。雨で思うようなプレーができないヴォルティスに対し、前半は寄せの早い鳥取のペースで進みます。しかしゴールキーパーのオッスンフンのファインセーブなどで危ない場面をしのぎ、前半を0対0で折り返します。試合が動いたのは後半12分、中央からのパスを柿谷が素早い展開で新加入の杉本へパス。杉本は柿谷へ絶妙のスルーパスを送ると、柿谷が落ち着いた相手ディフェンダーをかわしそのままシュート。昨年の開幕戦に続く柿谷のゴールでついに徳島ヴォルティスが先制します。その後も鳥取に対して怒涛の攻撃を見せる徳島ヴォルティスですが、相手の堅い守備に阻まれなかなか追加点が奪えません。結局柿谷の1点が決勝ゴールとなり、ホームでの開幕戦を見事勝利で飾り、2年連続の白星発進となりました。1点でも相手より多く取って勝ち切って、本当に J1 昇格っていう目標に、夢じゃなく現実とするために一生懸命頑張りたいです。